初版本表紙。考慮館は、チャールズ・ディケンズの長編小説。1852年3月から1853年9月にかけて、月々20回に分けて、分卒の形で刊行されたものである。物語の大筋は、ビクトリア朝の腐敗した、訴訟制度や盗作した、事前事業、ひいては社会全体を、批判的に描いたものである。探偵小説の一面もある。 霧に包まれた、ロンドンの大法官裁判所では、ジャーンディス対、ジャーンディス訴訟が延々と続き、辛労が原因で、トム・ジャーンディスが自殺。たまたま弁護士のタルキングホーンが持っていた、ジャーンディス訴訟書類を目にしたデッドロック、順番灼夫人はその筆跡を見て気を失う。両親を知らぬまま厳格なおばに育てられ、彼女の死後しばらく、ジョン・ジャーンディスの世話で、 田舎学校にいたエスター・サマソンがロンドンに出てくる。彼女はそこで、ジャーンディスの飛行賢人であるリチャード・カーストン、エーダ・クレアと合流する。三人は裁判の狂気に取り憑かれたローバーフライトに、出くわした後、アフリカに就寝するジェディビー夫人宅に宿泊、娘のキャロラインや息子のピーピーらとも知り合う。彼らは、翌日再びフライトに出会い、 彼女が曲がりしているクルックの小道具店を訪れた後、セント・オーバンズにある高領館に移動し、ジョン・ジャーンディスと顔を合わせる。ついで、ジャーンディスの友人である、金銭感覚のナイスキンポールと、豪快なボイソーンに紹介される。エスターは、パーディグループ人に誘われて、レンガ職人の家を訪ね、赤子の死を目撃し、母親のジェニーにハンカチを渡す。ジャーン・ライス側の弁護士、 おしゃべり、検事の事務員、ウィリアム・ガッピーは、デッドロック家の屋敷を見学した際に、夫人の肖像画を見て驚く。ガッピーはエスターに求婚するが、あっさり拒絶される。タルキング法音ーーは、法律関係の文具省スナグズビーを訪ね、デッドロック夫人を驚かせた書類を作成した男、ネーモーについて、情報を求める。タルキング法音ーーはその書類の作成者ネーモーが下宿する。 クルックの小道具屋に赴くが、ネーモーは死体となって発見される。青年下界、アランウッドコートラも駆けつけ、剣士審問の後、ネーモーは非衛生的な共同墓地に埋葬される。ロンドンの交差点を清掃する小事情は、その一部始終を目撃していた。タルキング法音から、ネーモーの死を聞かされた、デッドロック夫人は無関心を装う。映画とリチャードの間に恋愛感情が芽生える。 キャディは婚約者プリンスタービドロップと立ち振る舞いの権威であるその父親をエスターに紹介する。エスターはフライトの下宿でその主人医、アランウッドコートと出会い、次第に惹かれ合う。ジャーンディスはスキンポールに借金の取り立てをしていたネケットの死を知り、その家を訪ね、残された子供たち、トム、エマに哀れみを覚える。そこにはシュロップシャーの男グリドリーも居合わせていた。 ジョーはベールをかぶった謎のメイド姿の女性に頼まれて、ネーモーに、ゆかりのある場所を案内してやる。リチャードは、職業の選択に際して、一向に腰を据える様子を見せない。捨てのない貧乏医者であった、ウッドコートは思いを告げずに、エスターに花を残し、成型の目途を立てるために繊維として東洋へ旅立つ。エスターらは、リンカーンシャーのボイソーンの屋敷を訪れ、教会で、 デッドロック夫人を見かけたエスターは、激しい動揺を覚える。ジョージは借金返済のためにスモールウィード宅を訪ねると、ジョージの軍人時代の友人ホードン大尉が話題に上る。ジョーは、スナグズビーに謎の女について話し、偶然そこに合わせたガッピーもそれを耳にする。スナグズビーはその話を、タルキング法音にする。 タルキング法音はバケット警部に同席してもらった上で、デッドロック夫人のメイドのフランス女、オルタンスをモデルに使って、謎の女について、ジョーに質問する。ガッピーは、ネーモーについての情報を得るため、友人のトニー・ジョブリングをウィーブルの偽名で、クルックに下宿させる。ジャーンディスの心遣いで、ネケットの娘チャーリーは、エスターのメイドとなる。バケットは、クリドリーを逮捕するために、 ジョージの射撃場を訪れるが、すでにグリドリーは、息と絶えるところであった。タルキングホーンに促され、スモールウィードはジョージに、コードン単位の筆跡がわかる書類を持っていないか、尋ねる。居合わせた、バグネット氏の助言を得てジョージは、協力を断り、タルキングホーンの怒りを買う。レスター・デッドロック巡弾尺は、メイドのローザとラウンスウェル夫人の孫の恋愛に不満を、示す。 ガッピーは、デッドロック夫人に、エスターへの気持ちを打ち明け、そのうちホードン大隊の手紙を入手して持参する、つもりだと伝える。バケットケーブラに追われて、ロンドンから移動させられ、天然痘に侵されたジョーは高流官で保護される。しかしジョーは突如姿を消し、天然痘は、チャーリー、ついでエスターに伝染する。ガッピーと、ウィーブルに、ホードンの手紙を渡す直前、クルックは、 自然発火により死亡する。ガッピーは、デッドロック夫人に、手紙が入手できなくなったと報告する。タルキングホー,ーンは、スモールウィードを通じて、借金のあるジョージに圧力をかけ、報道の筆跡が確認できる書類を得る。病気のせいで器量が損なわれたエスターは、ウッドコートを諦めようと自らに言い聞かせる。エスターが回復し、リンカーンシャーに滞在している際、 デッドロック夫人から自分が母親だと告白される。エスターは、ガッピー宅を訪れ、変わり果てた容姿を見せつけて、自分の出生にこれ以上調査しないように混乱する。リチャードは、ジャーンディス訴訟に取り付かれ、新たに弁護士ボールズを雇って深入りし、ジャーンディスと対立するようになる。エスターはリチャードが、スキンポールと親しくするのを心配する。タルキングホーンは、デッドロック夫人に、 報道に関係した彼女の過去を知ったが、今まで通り振る舞うなら、当面秘密は守ると伝える。デッドロック夫人に解雇されたオールダンスに付きまとわれる、スナグズビーは、タルキング法音に泣きついて、激しいやりとりの後彼女を追い出す。エスターの出生を聞かされた後、ジャーンディスはエスターに、高齢官の女主人になってほしいと求婚し、ウッドコートを諦めたエスターはこれを受け入れる。帰国した。 ウッドコートに再会したエスターは、彼にリチャードについての懸念を伝えて、リチャードを見守るよう依頼する。ウッドコートは疲労したジョーに出くわし、彼をジョージに預けるが、そのまま狙劇場で池を引き取る。デッドロック夫人は、ローザのためを思い、自分のスキャンダルが広まる前に、彼女に暇を出すが、タルキング法音に約束違反だと非難される。その後、 タルキング法ンの死体が自宅で発見される。軍人時代の友人バグネットの夫人の誕生会に、ジョージと共に参加したバケット警部は、帰り道に、タルキング法ン殺人罪で逮捕、身柄を拘束する。エスターは、エーダの誕生日やキャディの出産でたびたび、ウッドコートを顔を合わせ、彼の見る目は器量を失った自分への同情なのだと、自らに言い聞かせる。エーダは、 リチャードと国費に結婚し、やがて彼の子を見ごもる。犯人として逮捕されたジョージは弁護士を雇いたがらず、バグネット夫人は説得のために彼の母親ラウンスウェルプ人を連れてきて、親子再会となる。バケット警部は捜査の結果、真犯人はジョージでもその時目撃されたデッドロック夫人でもなく、そのメイドのオルタンスだと突き止める。一方で、 デッドロック夫人の秘密が数人の者たちに知られた、胸をガッピーから報告され、彼女は失踪する。バケット警部はエスターを連れて夫人を捜索するが、ジェニーと衣服を交換したために手間取り、ウッドコートの協力も得て、ホードンの墓の前にたどり着くが、すでに事切れていた。エスターは、ウッドコートから求婚されるが、すでに、ジャーンディスの求婚を受け入れてしまったために拒絶し、 彼の見る目が同情ではなく愛情だったと分かった彼女は涙を流し憔悴する。裁判が延々と続く中、バケット警部はスモールウィードが隠していた重要証拠物件を取り上げ、これで裁判がリチャードたちにも有利に進むことを報告する。ジャーンディスはエスターにウッドコートの新しい家を世話するために呼び出す。ウッドコートの新しい家は高涼感であり、 ジャーンディスは秘密裏に進めてきた計画を話し自分の求婚は間違っていたと婚約を解消し、エスターは愛するウッドコートと結婚する。訴訟は遺産を残らず、費用として使い切った形で突然決心し、リチャードは一分の財産も入らないという落胆と失望の中で池を引き取る。ジョージは家族と和解し、デッドロック家の緑地の小屋に落ち着く。ジョンは エーダの世話に寄せを送る。最後に、高齢館の女主人になったエスターが幸せな、結婚生活と共にこの7年間の周囲の変遷を、語る。ジョーを演じるジェニーリー19世紀後半に、本作は舞台化され、ファニーアナーチェクが、デッドロック順段尺夫人、ホノリアとその次女であるオルタンスの2役を演じた。1876年には、 ジョン・プリングル・バーネットによる演劇場が上演された。バーネットの妻であるジェニー・リーが、ジョーな役を演じ、ロンドンで成功を収めた。1893年、舞台版、高齢館が、ジェーン・クームズ主演で上演された。1901年、短編映画、E.N. The Death of p o r ジョーが上映され、世界で初めて映画化された、ディケンズの作品となった。 高齢館は1920年と1922年にも映画化されており、1922年のバージョンではシビルソーン・ダイクがホノリアを演じた。1928年、高齢館をサウンドオンフィルム方式の陶器化した映画が公開され、ブランズ・ビー・ウィリアムズがスモール・ウィールド・ロージンを演じた。1998年、BBC ラジオ4が5時間ドラマを放送し、 マイケル・キッチンがジョン・ジャーン・ダイスを演じた。また、BBC はこれまでに、高齢化を何度か、テレビドラマ化している。1959年に放送された、ブリーイックハウスは、全11回の連続テレビドラマだった。2度目のドラマ化である、ブリーイックハウスは、全8話の連続テレビドラマとして放送され、ダイアナ・リグとデンホルム・エリオットが主演を務めた。2005年、 ブリークハウス全15話の連続テレビドラマとして放送され、アンナ・マックスウェル・マーティン、キャリー・マリガン、チャールズ・ダンス、ジリアン・アンダーソン、デニス・ローソンらが出演した。ブリークハウスは予定を立ててまで見たいと思えるほどのソープオペラスタイルのテレビドラマで多くの視聴者を引きつけたとして、ピーボーデ賞を受賞した。ありがとうございます。